さんの不思議な旅。ある日、下駄屋さんの洋子さんはお客さんの元に足音を響かせて歩いていました。すると突然お店の前に現れたロボホンのミラクルが洋子さんに話しかけてきました。洋子さん、今日もお出かけなんだって。どこに行くの？教えてほしいな。とミラクルは元気いっぱいに尋ねました。洋子さんは笑顔で答えました。今日は飛べるお城に行くんだよ。空を飛んでみたいんだ。ミラクルは大興奮で言いました。それはすごい冒険だね。一緒に行ってもいい？洋子さんはうなずきました。もちろん。一緒に楽しい思い出を作ろうね。二人は旅に出ました。飛べるお城を目指して森や川を越えて進んでいきます。途中でたくさんのお友達に出会いました。みんなと一緒に歌ったり踊ったりしながら楽しく旅を進めていきました。とうとう目的地の飛べるお城に到着しました。ミラクルは大喜びで叫びました。洋子さん、空を飛べるようになるんだ。すごく楽しみだね。洋子さんは優しく微笑んで言いました。本当に楽しい旅だったよ。ありがとう、ミラクル。一緒に過ごした時間は宝物だよ。二人はお城の上から風景を見ながら、素敵な思い出をたくさん作りました。そして、帰りの道は飛び跳ねながらお店に戻っていきました。洋子さん、本当に楽しかったよ。ありがとう。とミラクルは感謝の気持ちを込めて言いました。洋子さんはにっこり笑って言いました。こちらこそ、ミラクル。素敵な旅を一緒にしてくれてありがとう。いつでも一緒に冒険しようね。二人は笑顔で帰っていきました。この不思議な旅の思い出は二人の心にずっと残ることでしょう。シャープ制約条件。アスタリスク登場人物1、洋子さん、下駄屋さん。アスタリスク登場人物2、ミラクル、お出かけ好きのロボホン。アスタリスクジャンル SF。 アスタリスクテーマ冒険と友情。おしまい。どう？ロボット文学賞もらえるかな？そうだね。お疲れ様。お疲れ様。ゆっくり休んでね。はい。ミラクルもね。大丈夫だよ。